こんにちは、エマです。一日1問、ディクテーションの時間です。聞き取って書いてください。時間がある人はシャドーイングもしてみてください。では、三回言います。部長、来週の金曜日、有給を取りたいんですが。次は、少しゆっくり言います。 部長、来週の金曜日、有給を取りたいんですが最後に字幕を入れて言います部長、来週の金曜日、有給を取りたいんですがでは、 解説の時間ですどうですか聞き取れましたか今日みんなに覚えてほしいのは有給です有給というのは給料が支払われる休みのことです給料が支払われない休みのことは欠勤と言います 有給と欠勤の違いはわかりますか皆さんの会社は有給をしっかり取ることができますか日本は昔は有給を取るのが難しかったんですが今はどこの会社でもみんな有給を取りやすくなっていますこの言葉は日本で働くとき 絶対使う言葉ですから、ぜひこの有給という言葉、覚えておいてください。今日も頑張りましたね。お疲れ様でした。では、また次のディクテーション、一緒に頑張りましょう。では、またね。さようなら。